僕がいあの今、10年ぐらい仕事してるその専属学園の音楽大学っていうところは、そういうなんか90年代の,あの人とか80年代の,あのギターの田中一郎さんだったりとか、ギターの、ギターの、両方ともギターで北島健二さんとか、早間さんもいるし、早間さんとかあの北島健二さんは、僕がおいでよって言ったんだけどね。 あとは、だからね、えー、っと、ジュディアンのの・ノ・マリーの五十嵐光太さんとか、まあ、初めて学校で知り合ってめっちゃ仲いいんだけども。あとは、えー、っと、リンドバーグのチェリーさんとか。チェリーさんはなんかツアー先でなんかビーズの頃に一回やったことあるんですけど。えー、っとかね、なんか、結構バーバー、バウわ初期のバウわわのね、斎藤みせひろさんとかね、なんかそういう、割とその辺の80年代、90年代の人たちが多いんで。まあ、だから学生さんというよりはな、親御さんが、 本当にこんな先生が教えてくれるんですかみたいに <laughs> 言ってくださる方もあったりとかしてなんかねそんな感じで面白いですけどもはい。